おはようございます。速稼塾の久保でございます。2015年の7月19日まで私はね、売れない麻雀店のオーナーでございました。これは何度も言ってたんですけども、麻雀店をね10年近くやってきて、結局大赤字を作って敗退撤退ということになりました。そしてですね、その頃から私の心に大きな変化が起きてきたのは、周りの人の言うことを聞いてもダメだなと思ったんですよね。ビジネスセミナーに行ってみても、集客セミナーに行ってみても、商売を長いことやってる人と話してみても、みんなですね、立派なこと言うんですけども、お金ない人ばっかりなんですよ。私が広島の中心部で商売をしてた時、そういう方ばかりを見てきまして、誰の話を聞いてもこうなるのかと思ってね、がっかりした覚えがあります。がっかりはしましたけども、人として敬意を失ったわけではありません。いろんな中でね、商売を続けられてきたこととか、それから諦めずにされてること、すごく立派だなとそれは思いました。ただですね、結果を見て誰もお金持ちになってない、少なくとも私が求めるような暮らしをしている人は一人もいなかったですね。そういうところを見ながらですね、これは人の意見聞いてもダメだぞ、そして自分の考えをもっと高めていかなくてはダメだなと思ったんですよ。それからなんですよね、お金のことにこだわるなら、お金を作り続けている人の考えに耳を傾けて、お金のない人のことは完全に無視するぐらいの勢いで話を聞いてはダメだなと思ったんですよね。そういうことを繰り返していって、2015年から現在2019年ですけども、今このような暮らしをしています。そして当時ですね、私にお金のこと、ビジネスのこと、仕事のこと、いろいろと教えてくださった方、未だにその暮らしをしてるんですよね。そういうことを考えると、やっぱりね、誰の思考を当てにするのか、そして誰の思考を真似ていくのか、非常に重要ですよね。考えること、頭を使うこと、それが行動になり結果になるとしたら、結果が報われないとしたら、その結果を生み出した行動を、見直すべきだと思いますし、その行動に至るまでのその思考ですね、考え方を見直さないといけないのかなと思いました。そしてその考え方っていうのは、誰かからもたらされたものなのか、自分からもたらされたものなのか、そして誰かからもたらされたんだったら、その人はどうなってるのか、つぶさに見る必要があると思います。はい、この時期ですね、インターネットを通じていろんなビジネス商材とか塾の販売とかっていうのが相次ぐと思います。年末年始に人は変わろうと思うわけなんですよね。そこに対していろんなローンチといいますか、セールスがかかってくるところなんですよね。ただですね、そういう方たちがどのぐらいの影響力を持っているかってことを客観的に捉えたときに、私はね、一番シンプルに分かんない YouTube だと思います。 YouTube のチャンネル登録者数が100人、200人、500人という形で、そういう方から集客を教わって本当に集客できるようになるでしょうか。集客が教わることができなければどうやって商売するんでしょうか。やっぱりね、集客力がどのぐらいあるかってことに関わると思うんですよ。そしてその集客力を如実に表しているのが YouTube のチャンネル登録者数だと私は思うんですよね。その YouTube のチャンネル登録者数が100人とか200人のところに紹介してもらうのも非常に大事なことなんですけども、やっぱりね、5000人とか1万人規模でチャンネル登録者数さんがいらっしゃる YouTube に紹介してもらうことの方が、影響を高めていくことができる、自分の LINE のお客さんを増やすことができる、自分のメルマガや、ひいてはですね、 YouTube の視聴者さんを増やすことができるというふうにつながるんではないかなと思いますけども、この考え方は間違いでしょうか。さあですね、これからもいろんなビジネスの話聞くと思います。そのビジネスを販売している人の影響力どのぐらいあるのか、視聴者数どのぐらいなのか、 YouTube のチャンネル登録者数本当に多いのか、こういうことをね、よく見てみると見分けることができるんではないかなと思います。本日は以上です。